皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは大副業時代の週末起業のすすめ、 OL から教室の先生になるプロセスとメリットとデメリットを解説ということについてお話をしていきたいと思います。まずですね、こちらの動画を撮っている、時代背景というか社会背景をお伝えするとですね、コロナ禍があり、そしていろいろとこう第一波が終わり第二波が来るか来ないかっていう形で、不安定な状況を過ごしている2020年の、7月になります。でこの後ですね、実際に今どういうふうになっていくのかっていうのは現状はまだわからないんですけれども、おそらくまだこのコロナっていうものと共生しながら社会生活を送らなくてはいけないであろう環境がおそらくまだ続くであろうという状態です。で OL の方とかですね、いろんな方がリモートワークをする形に変化、生活が変化していって、会社勤めをもちろんそのまま通勤でされている方っていうのもいらっしゃるんですけれども、多くの方がですね、リモートワークに移行したことによって社会的にすごく環境が変化してきているというそういう状態です。例えばどういうことが起こっているかっていうと、オフィスを今まで、会社のもちろんブランドとか、そういった意味もあって都内に構えていた、IT 化が割と進んでいる会社ですね、そちらに関しては例えばリモートワークを社員にさせることによって定期代が浮いたりとかですね、そうすると人がそんなにいらないわけですから、本社機能がちょっとあればいいだけで、大きなビルを借りている、ワンフロア借りている必要がないということで、賃貸の解約が進んでいるという話も聞いています。で同時にですね、通勤電車で通わなくても仕事ができるということが分かってしまった方たちっていうのが、もう一回満員電車に揺られながら、また会社の決まった時間の拘束をしながら仕事をしていくっていう人生はどうなんだろうっていうのを、特に女性の場合が考えてしまった方がおそらく多いっていう、そういう状態ですね。とすると例えばOL からですね、昔から憧れだった、例えば手に職をっていうことで、パンであったりとかお菓子、料理、あとハンドメイドとかお花とか、そういったもので実際に人に教えて喜ばれて、そしてそれで収益を得るっていうことを目指す人が、今まで以上におそらく増えてくるであろうということを予測しています。でその際に、将来性とかも見据えた状態で、もちろん自宅教室とかでもいいんですけれども、ご自身のキャリアプランっていうことを考えた時に、3年後とか5年後とかも含め合わせて、どういう仕事を選んでいったらいいのかっていう、全体の話と、実際に私が OL から自宅教室を開業した時にですね、感じたことと、今の時代で開業する、副業としてまずはスタートするっていうことはどういうことから行っていったらいいのか、そのメリットとデメリットについて解説をしてみたいと思います。はい、そうしましたらですね、本題に入ります。まずですね、OL から自宅教室って、もちろんピンポイントでそちらをやるっていうことでも構わないんですけれども、まずは週末起業ですね、ないしは夜の副業ですね、ウェブとかネットを使った形で、できないかっていうところから、なるべくこういきなりやめていきなりやるっていうよりは、薄く少しこう準備をしながらやめていくっていう形をおすすめしたいです。特におそらく必須のスキルになるのが、一人でやっていくことになりますので、ネットですね、インターネットでの集客のスキル、
それはネットマーケティング、ウェブマーケティング、あとは特に当初はいきなりお金を持ってないはずなので、自分でウェブを構築していく、ブログであったりとか SNS を使う、そのあたりとかは別に会社員だったとしても覚えていくことはできる範疇だと思うので、まあ、勉強を進めると同時に、まあ、実際にもうファン作りを始めるっていう感じですね。名乗れなくてもです。はい、有益なコンテンツとか情報を出していると、まあ極端な話、覆面っていうかね、怪しいですよ。怪しいんだけれども、私の知ってる事業家の方で、年収1000万とかをテレビのお面みたいなのをね、かぶったりとかして稼いだ人がいるのを知ってるんですけれども、まあ、そういったことも可能になりますよね。情報が怪しくなくて正しければ。ですので、発信する内容がご自身の専門性が高い内容をきちんと伝えることができるのであれば、もちろん顔出しができる方が理想なんですけれども、まあ、ダメな場合には、まあ、覆面というかね、顔出しができない状態でもいいから、その正しいコンテンツを伝えていくっていう発信は、もうすでに会社員だったとしてもやっていくことはできるので、まあ、そこを一つ目指すっていうのももちろん大事なので、もうちょっとずつでもいいから、本当に起業したかったら、まずは準備を始めるっていうことですね。どういうことをどれぐらいしたらいいのかっていうことを調べて、実際に実践しているだけで軽く1年くらい過ぎちゃう場合とかもありますので、はい。安定したっていうか、まあ、もしかしたらこれから不安定になっちゃうのかもしれませんけれども、定額的にお給料が入っているうちに、勉強とかを進めていかれるっていうことをまずはお勧めしたいと思います。で、女性の仕事っていう観点で、考えた場合にですね、何点か考えるべきことがあるんですけど、それが週末副業だろうが、その後、本当に本業に転職しちゃってなっちゃう場合でも考えなきゃいけないことがあるのが、まず家庭を持っている方に関しては、そのお子さんとか旦那さんとかとの兼ね合いでどこまで仕事をしていいのかっていうことを、あらかじめ、まあ、許可を得ている話し合いによりですね、それがしている環境があり、かつそれが無理なく続けられる環境で、そのスパンが3年、5年、10年ということで計画が見えるような、まあ、そういったお仕事として考えることができるかっていうことがまず1点ですね。で、そういった面では自宅教室業っていうのは非常にトライしやすい職業の1個になります。なぜかっていうと、例えばエステサロンとか整体院とかだと店舗借りて機械入れますよね。で、そういう初期投資とかが1000万とか、500万とか、まあそういうのザラで、で、それを分割で払っていく。固定費が失敗をできないっていうところのあれで言うと、かなり重くのしかかってくるので、まあそういう意味では自宅教室っていうのは割とまあ手を出しやすいというか、気軽にやりやすい。まあ当然でもしっかり計画は立てないと全く集客ができない教室になってしまうので、家の状況で自分はどれぐらいまで働けるのか、それは家族の了解が得られるのか、そういうのを全部、きちんと見極めた上で、まあ、最初小さく副業からやって稼げる実績をつけていって本業に変えるっていうのが、まあ本来はおすすめなんですけども、家庭を特に使う場合においては、その家の方との合意っていうのが必要になるっていうことですね。はい、それがまず1点目です。で、2点目は、長期的にやればやるほど自分のスキルもたまるし、生徒さんとか、広がりが増えていくようなタイプのお仕事ですね。まあ、これは教室業として非常に向いている内容ですね。長くやればやるほど基本的にはスキルは身についていきますので、最初は初心者しか教えられなかった先生も7年、10年、15年ってなれば、ご自身のスキルが上がってきますので、教えられる生徒さんもだんだん初心者から中級、上級ということで上の方になっていく。まあ、先生を教える先生っていうのも当然増えてきますので、最初の自分からだんだんこうスキルアップ、あと人脈が広がったり、新しいことをもっと覚えて、もっと幅を広げた人生を送っていくこともできるので、教室業っていうのは基本的に長く続けるほど、まあ、スキルが身についていくお仕事なので、まあ、長年やるには、
非常にやりがいのある仕事なんじゃないのかなっていうふうに思いますね。ただ一点、体力勝負みたいになってるタイプの教室もあるので、例えばビーズとかそういうこう雑貨系のものとかだとそんなに激しく体力とか使わないですよね。だけれども例えば私もパン教室やってましたけれども、教えている時に座っては教えられないので、パンをこねるこね方は私の場合にはニーダーでしたけど、成形とか、いろんなこう立ちながら、オーブンに入れて出してきて、発酵かけてとか、そういうの全部ずっと立ちっぱなしでやりますよね。生徒さんはレシピ聞いてる時とかは座ってやってますけど、で朝も仕込みの生地作ったりとかっていうと、それの準備とかもあったりするので、結構体力勝負になります。そうすると例えば60、70とかになるとやってらっしゃる方もいらっしゃいますけど、2回転とか3回転とか若い頃はできたのにっていうのは当然できなくなってくるわけなので、そういう体力的なものをじゃあどういうふうに、スキルを体力じゃないところでカバーして、その知識を後世に伝えるっていうことで、単価はアップして、さらにより上の先生を教える先生になるとか、少ない時間で効率よく高単価で稼ぐ方に途中から変わっていかないといけないので、そこですよね。スキルは身につくんだけど、スキルをマネタイズする、お金に変換するっていうスキルが途中で多分必要にはなってきますけれども、生涯現役でやりたいって言ってる方も結構多いですし、私が現在コンサルをしているクライアントさんも60を超えてる方っていうのもいらっしゃるけれども、全然元気ですね、皆さん。全然元気です。多分教室の先生っていうのは、元気なんでしょうね、きっとね。と思うんで、長く続けることができるっていうのも結構いいかなっていうふうに思います。あと3つ目ですね。今ものすごく AI 化が進んでいます。AI ができることは基本 AI に取られるので、教室業のどのあたりまでが AI に取られるのかわからないんですけれども、人間であるからこそとか、その人であるからこそというオリジナリティを意識した上、オリジナリティというのはキャラクターってことになってくるんですけど、だからご自身の性格、キャラクターとか、そういうものを自分で理解して、でそこに合った生徒さんをきちんと呼んで運営していくっていうのが、おそらくこれからの時代はさらにもっとより必要になってくるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。だから AI 化できそうなような単純作業みたいなものを教えるような講座はあまり持たない方がいいということです。思考を使ったりとか、その人の独自のメソッドだったりとか、そういうものがある方が多分いいですね。特にこれからオンライン化が進んでいく上で、オンラインになると全国の教室が一律の土俵で比べられるようになるので、これは多分教室格差がものすごく出てきます。今まで例えば地方で人気だった先生が対面でですね、リアルで。オンライン化した途端に不人気になる可能性だってあります。なぜならば東京の人気の先生がオンライン化してさらに人気になる可能性が高いからです。そして地方でその近くだったからっていう理由だけで選ばれていたような教室に関しては、そのまんま選ばれなくて東京のオンラインの先生に負けるという可能性もあります。なのでそこで必要になってくるのは、キャラクタライズされたその人でなくては習えないという多分特徴がよりはっきり、打ち出されないと、今度選ばれなくなるのがオンライン上での教室運営になってくるので、対面のように立地だからとか、例えば立地が、そうだな、駅から近いとか、立地が山の中にあって自然を楽しめるとか、立地が海が見える素敵なところで、公園が近くでとかっていうのが売りにならないということになっていくのが、多分今後の教室運営になるので、自分が作り出すコンテンツと自分のキャラクターとそれを求める人とのマッチングを上手にできるスキルがないと、なかなか生き残っていけない。だからそれは週末企業でやる場合も全く一緒です。
そのもともとスキルを持ってる先生たちがそこにいて、自分がそこに参入をするわけですから、特徴を、きちんとね、作った上で外向きに見せていかないと、週末企業はね、簡単です。特にオンライン上なんて、実際に家を使わないんだから。だとすると、じゃあ習う人は何を基準に習うのか。当然その先生のスキル知識ということは OL さんからなる人は当然負けますよね。だけれども逆に OL さんだからできる教室企業っていうのもあるわけですよね。往々にして、例えば、料理とかパンとかお菓子の先生はもともとパソコンとかコンピューターに弱い人たちが割と多いです。はい。なので OL さんはもともと電子機器を使っていたわけなので、そちらからアプローチできる教室業ができないかとかっていうのも考えるのも一つですし、そういったこう教師の先生たちがそういうので悩んでるっていうことであれば、それを自分も教室もやりつつも、そちらも一緒に救ってあげるような教室を作るとかですね、まあ、切り口はいろいろあるんですけれども。ご自身が教えたいものと、生徒さんが習いたいものっていうのがずれている場合とかがあるので、魅力的に作っていくっていうことを考えると、コンセプト設計っていうのが結構OL さんからの転身の場合には、よりもともとスキルを持っている他の先生たちよりも、変わった路線をちょっと打ち出して見せていかないと多分うまくいかないと思っています。で、あともう一つですね。まあ、これは、そのポイントっていうのよりは、ちょっとだけずれるかもしれないんだけれども、無理はしないことですね。情熱がどうしても必要になるので、自宅で自分で起業をするっていうことは。ということは、やっぱり好きなことの方がいいです。はい。結構地味なことをやんないといけないんですよ、インターネット集客とかビジネスって。そうすると嫌いなことっていうか、あんまりお金が欲しいからっていうことで選んだ内容って大概うまくいかないので、もう最悪この状態でもいいっていう情熱を持ってできることがまず一つありますね。で、情熱を持ってできるんだけれども、それを求めてる人が全くいないような業種業態だと、それはそれで辛いので、情熱を持ってできるっていうことは非常にいいことだなというふうに思うので、自分がそれを持てるかどうかっていうのはやっぱりちょっと考えてみる必要がありますよね。あとはその流れに乗っている業界業種業態に自分が入れるか、あとはサポートできる業種業態があるかっていうのを探すっていうことですね。不況の時に伸びるビジネスっていうのが、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、想像はおそらくつくと思うんですけれども、人々の心が不安定になったりとか、いろんなその災害とかも多い状態になっていくと、まあ、スピリチュアルとかですね、心どうあるべきかみたいな、その領域っていうのは占いもそうですけど、業界的には伸びます。そのあたりとかだと OL さんとかでもね、二足のわらじで、しかも覆面状態でもうまく宣伝をしていくことができれば、週末企業は多分できる領域になっていきますよね。で、あと学習をしたい人が増えるので、知識を身につけようとか、それを資格とかを取ってさらに自分の仕事に生かすのか、新しく転身するところで生かすのかは別として、そうすると OL だった時の何か棚卸しをしたら、それを教える人っていうのは誰ならその知識を教えてもらいたいと思うのかっていうことで、考えるっていうのも一つですよね。あとは、まあ、時代の流れっていうか、まあ、その少子高齢化っていうことから考えると、元気な高齢者が増えてきてますので、その人たちの、まあ、お楽しみになるような趣味を満喫させるような領域のものっていうカテゴリーとか、あとは子供が少なくなってるので、子供にかけることができる金額が増えてるので、まあ、子供の勉学関係とかに関するような、仕事とか、あとはペットですね。ペットが人間化してるので、もう
子供がいない人にとってはペットは子供と同様なんで、子供と同じ金額をかけることができるのがペットですよね。ですからペット系の産業っていうのはまだ伸びる予定ですので、まあ、そういったところをね、何か自分のスキルを持って狙っていくとかっていうのもできるので、まあ、自分が持ってるものと、まあ、そちらにね、こう向かう時に伸びやすそうな将来性があるようなところを最初から選んだ方がいいですよね。だから AI ができるようなレベルのもの、例えば、OL さんの知識とか技能を使うんだったらデータ入力とか資料整理とか、今すごいそこら辺進んでますからね。そういうところでやっていくような請負みたいなやつはやらない方がいいっていうことですね。創造性が必要で、あとは知的、社会的知能とか交渉とかなんかそういうものを使う能力とか、あとは、知識と操作を複合的に行うとか、まあ、だから料理教室とか結構それにね近いような、そこら辺は AI 化が非常に難しい領域だなというふうに感じているので、そういった部分ではね、いいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、これが社会的背景な内容ですね。あとは、まあ、OL から教室の先生になるプロセスとして必要なのが、まず下準備としてのインターネットとかの集客とか、ウェブの知識とか、あとはそのマーケティングですね。この辺りは水面下で勉強する必要があるのがその1と、あとは、実際に本当に起業して動いていく前のその失敗できる期間で、要は小さく稼ぐっていうことを週末レベルでもいいからやるっていうことをして、勘どころを作っていくっていうのが多分いいかなと思うので、これ2つ目のポイントですね。で、3つ目は、じゃあさらに本当にやめてドンって大きく動くっていうふうに決めた時に関しては退路を断つっていうのがいいと思います。二足のわらじの時はそれは勉強中だからっていうことでいいんですけど、こっちがうまくいかなかったらこうしようかなっていう人ってほとんど失敗というか、私が見てる限りでは早い人で3年で、かかってる人5年とかかかってますね。二足のわらじでうまくいかせながらやろうとしてる人って、ある程度見えてきたら退路を断たないと覚悟が決まらないからがっつり頑張れないですよね。だからそのあたりはどっかの段階で、きちんと軸足を一本に絞るっていうのはどっかの段階でやった方がいいので、収入っていうのももちろん不安があるのは分かるんですが、そこはですね、やりきるって決めてやらないと、ずるずるどっちでもいいようにこう逃げてたりするとですね、まあ、大概どっちもうまくいかないですね、お話伺ってると。はい、なのできっとそこが、まあ、OL の方からね、なっていく時には必要になるところなのかなっていうふうに思います。で、メリットとしてはやっぱり自分で自分の時間を決めていくことができるっていう時間の自由が手に入るのがメリットですよね。あと場所ですね。会社に行かなくてもいいっていうところの場所、自宅でもいいし、まあ、私の場合にはインターネットがあれば日本全国、まあ今は動きにくいですけど、まあ、海外世界でもどこでも仕事はできるので、そういったこう場所に縛られない仕事も選ぶことができる。あと収入ですね。天井は自分が頑張れば天井はないです。はい、なので教室企業でも楽ではないですけど、別に1000万っていう売り上げを上げるのはそんなに大変なことではないです。高額講座を作って売っていけばいいだけのことなので、ですから OL では絶対無理だと思ってたような金額でも稼ぎ出すことができる可能性はあります。努力はしないといけないですけどね。はい、なんでそちらがね、メリットです。で、デメリットに関しては、まあ特に自宅の場合には、まあ、家族との調整をうまくしないとうまくいかないっていうところがあるのと、さっきの天井がないっていうことと逆に、天井がないから下限の天井もなくなります。定額で決まってもらえるっていうお金の保証がなくなるっていうところがありますから、
そういったものが怖くてしょうがないっていうタイプは企業に向かないというふうに思っています。安定的に稼げるパートか会社員で勤める方がいい。ただ会社も突然なくなることもありますし、パート先に突然解雇されることもあるので、もうこの時代においてはリスクはどっちでも一緒かなって思うんだったら、好きなことやった方がいいんじゃないですかっていう、そういう感覚はありますね。はい。あとはデメリットは、自分がちゃんと学んでいかないと成長できないのと、付き合う人を間違えるとうまくいかない方に行っちゃいます。なので、人付き合い、コミュニケーション、人とのこう、いい人とですね、自分の人生の、転換にとって、お金がっていうことじゃなくて、いい人たちと付き合う目っていうものを身につけていかないと、やっぱり環境によって事業の成功が非常に左右されてしまうので、そういう人たちと上手に付き合えなかった場合にはうまくいかないっていう、多分会社員以上にコミュニケーションスキルが必要になるのが自営業、独立になります。だから言われたことをやってこなすっていうことが得意で好きっていうタイプの人は基本自営に向かないです。自分からちゃんと誰かにつながって、その人と共に学び、そして、事業を反映させていくっていう考えを持たないと、なかなか回していくのが難しいので、OL さんでも上の立場だったようなタイプの人は割とやりやすいかなと思います。指示を受けてその通りに動くだけだった人はちょっと厳しい可能性があります。で、今後オンライン化が非常に進む上で、企画力が非常に大切になってきます。企画力っていうのは、要は売れるものを売っていくっていう企画力になるので、単純にオンラインにすりゃ売れるっていうものではありません。なので、その企画力はじゃあどこから出てくるのかっていうと、お客様の、ニーズですね、ニーズとかワンツとかいろいろあるんですけれども、それをリサーチすることができる能力ということは、普段から世間の情勢に気を配るとか、こういう年代の人たちはどういうものを欲しがってるんだろうっていうことを、業種業態関わらずリサーチをしていくっていう目を持つのは、会社員であるうちからでもできることなので、それを持って動いていかないと、単純にオンラインの講座を作ったとしても、作る能力とスキルはあると思います。コンピューター使うのが苦手でないはずな方たちなので、 OL さんとかはね。だけれども内容が良くなければさっぱり売れないので、はい、そのあたりもね、上手にリサーチをしていかれるといいんじゃないのかなっていうふうに思っています。はい、ということで、まとめます。大副業時代の週末企業のすすめ、OL から教室の先生になるプロセスとメリットデメリットを解説というまとめなんですが、まず OL から、教室の先生になる場合には、まず下準備として、そのインターネット関連の集客の知識を身につけることが一つ必要です。2つ目は、週末レベルでいいので、本当に実際に動かしてみる、集客かけてみるっていうことですね。そちらでやってみること。で、3つ目は、それができたなっていうのが見えてきた時に、どこかの段階で1本に絞ってちゃんと独立開業するっていう、この辺りがプロセスとして大事かなというふうに思っておりますので、ご参考にしてみてください。それでは。